あななたはだんだんんになる。高村太郎知恵故障「女が付属品をだんだん捨てるとどうしてこんなにきれいになるのか」「年で現れたあなたの体は無変剤を飛ぶ天の金属」。 見えも外文も点で歯の立たない中身ばかりの清烈な生き物が生きて動いてさつさつと意欲する女が女を取り戻すのはこうした正規の修行によるのかあなたが黙って立っていると 誠に神の造りしものだ。時々内心驚くほど、あなたはだんだん綺麗になる。